はい、こんばんは、芝です。ダービーが終われば、また新馬戦が始まる。来年のダービー馬を探す年が始まる。毎年毎年、それの繰り返し。その中で、来年のダービー候補がいきなりデビューします。これがシトラースですね。ダミアン・レンキ氏でデビューすると思われますが、このまま説明していきましょう。まずは、見保の大傾級者。 本日ハーツコンチセンサーがノーザンファーム馬主キャロットファームこれは今日買ったタスティエラと全く一緒一口12.5万円で4 0 0ということでね大体総額で5000万円ぐらいダービー勝てばもう十分にお釣りが来る重賞1個勝てばねそれでも十分プラスになるぐらいの成績ですね夢がありますねネット競さんの意見なんか見てますと、えー、気性が悪い この馬が暴走しているいや気性はいいこの血統にしてはおとなしいよく走るあんまり走るように見えない大飛びだから素晴らしいんじゃないかいやいやまだ全然幼いすごい様々な意見がありますね東京動画見ていきますねこれ最内を走っているのがストラウスになりますま二、あ、歳馬なんでねすごく幼く見えるのはま当然なんですけれども 走りがね、もう何て言うんだろう個人的にはもうバラバラに見えるしうんよくこんなバラバラな走りでね姉妹11秒4で走れるなとも思うけれどもものすごいやっぱ幼いなという感じしか残らないですねこれはまあレーンが乗ってきてまあ一本かぶりになるとしてもちょっと危険かなとも思うしまあ個人的にはねもう馬券として馬券としてしか見ませんので POG ドータルではなく 馬券として買えるかなというとうーんというん感じですねすごく物足りないですよね。なんか POG 本とかマスコミの新聞なんか見ると「コバを煽るすごい大きいだ」とか「まあ、すごい2歳ーが出てきた」みたいに書かれてるんだけどうーんどうだろう本当にね幼いですよね。見た感じフォームバラバラのような気がするし。 これ馬体重はかかなななりあるんじゃないのスサン区で馬体重が大きくてまだそれに見合ってる筋肉がねついてないというか本質的に中身ができていないという感じですねそこができてきてやっと普通に走れるようになると思う感じだからまだしばらく時間かかるんじゃないですかねこの走り方だけはよく見えるけれどもこれで初戦落とすとなんかしばらく長引きそうだなというねすごい辛口の評価ばっかりしてますけれどもまああくまで素人が言ってることなんでね 私はここうう見たということいです。他の人がねあの皆さんどう思われるかそれはね皆さんね、やっぱ自由ですしまたご意見ご感想ありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。